終わったばかりで大変だと思います。水飲んでいただいて大丈夫ですよ。さあ小生優勝でございますけれども、まあ同郷の春ととも戦って、決勝では同じチームの元禄とも戦って、いろんなね思いが募るバトルがつながって今優勝でございますけれども、今のお気持ち聞かせてください。林さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、前回決勝も延長になって、うん、まあ自分、まあ、ゆきくんに負けちゃって、うんうん、まあ、今回決勝でまた元くん、うちのリーダーと戦って、また決勝で延長になって、またかーってなったんですけど、うん、もう本当に優勝したくて、自分ライブのブレイキンは今日で2回目だったんで、マジでもう優勝したいなみたいな、まだ2回しか出てないですけど、ライブずっと小さい時から目標にしてたイベントだったんで、優勝できて最高です。ありがとうございました。おめでとうございます。あのでかい国技館にド派手なでっかいパワームーブ、すごい映えると思いますけれども、国技館への意気込み聞かせてください。まあ、前回負けちゃった泳ぎくんにリベンジして優勝します。おー、いい宣言出ました。ありがとうございます。さあ、